どうも白石秀則です。このチャンネルは43歳の音楽家そしてシンガーソングライターの白石秀則と猫3匹との生活や音楽制作、映像制作、そして自分の音楽の経験談を話してみたり弾き語りをしてみたりオリジナルを披露しているチャンネルになります。よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。はい、今日は BE:FIRST スクリームミュージックビデオようやくたどり着きました。そらね、タイムライン見ないでおこうとしてもスクリームっていうのはもう耳に入ってきてますね。コメントでもたくさんね、スクリームめっちゃ良かった、見てくださいってね。いやいや、僕も見たかったですよ。ようやくね、2022年7月25日に公開された作品ですね。めっちゃ追いついてきたじゃん。もうすぐですよね。やばいやばいっすよ。いや、とにもかくにもね、すごいね、再生回数もいっててですね、本当に素晴らしいミュージッククリップだというのは耳に入ってきてますので、めちゃくちゃハードルが上がっちゃってるんでね、まあそれを軽く BE:FIRST のみんなは超えていくんでしょう。さあスクリーム見ていきたいと思います。せーの、ポチリ。お、めっちゃロックじゃん。いいね。核の誓い、覚悟の誓い、誰も並べやしない。 I know it、 もう抜け出せない、正気じゃられない、時代の動く音聞こえたら声上げない、遥か遠く見えてた未来を追い越せ、全て塗り替えてやるさ、 OK。 あんなどうにな、お前が振り向いたとこにもう俺はいない。 We gonna go、 そうもよそも不可能、得体が知れないだろう、飲み込んでやるよお前のその期待も不安も。エリアからエリア、恐怖とイフと火星と秘密と歩くまるでエイリアンス。I wanna hear you scream。最高が何なのか証明しよう、圧倒するこのステージ。 Screaming loud, screaming loud、 Let's say になんてさせない、 Screaming loud, screaming loud、 壊れるかい、上手な言葉はいらない、心が感じてるはずさ、僕らを縛れるものなどない、共に行こう。この際ね、札は重要じゃない、常に身にまとうタイプ、そう、俺以上のブランドもはない、古びたケージから今君をこの次のステージ、まだ連れ去りに来たエイリアンさ。I wanna hear you scream、 最高が何なのか証明しよう、圧倒するこのステージ。 Screaming loud, screaming loud、 Lay say me なんてさせない、 Screaming loud, screaming loud、 壊れるわい、まあ月はない、 Oh 君もそうだろう、誰かにジャッジさせるなよ、心もその声も君のためのもの。ねえ、ちゃんと
エリアのねパソコン使ってね、いややばいなこれ。なんせこう始まった瞬間ロックだなって感じて、なんせ良気の声がすごく合ってるこの曲に、でもサビがまたユニークなサビ持ってきててね、でマイケル・ジャクソンとジャネット・ジャクソンのスクリームをちょっとこうリスペクト込めてて、ちょっと似たようなこう音色使ってるとこもあるんですよ。ね、ぜひねそのマイケル・ジャクソンとジャネット・ジャクソンのスクリームも聴いてほしいんですけど、なんかねすごくオマージュじゃないけどリスペクトを込めてるような、まあちゃんと狙ってるような、ね、僕はそういう風に聞こえたんですけど、ヒーと思いながら、いや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 素晴らしい。でミュージックビデオがまずかっこいい。うん、これ何回もおかわりしちゃうやつだよね。ねえねえねえ、もう一回いっちゃいましょう。ちょっと一回じゃ判断できない。声がこの曲にめっちゃ合ってる。不思議ここ。この際ね札は重要じゃない、常に身にまとうタイプ、そうはレジオのブランドもはない。やばい、古びたゲージから今君をこの月のステージまで連れ去りに来たエイリアンさ。I wanna hear you scream out。 最高が何なのか証明しよう、圧倒するこのステージ。 Screaming loud, screaming loud。 ジュノンかっこいいな。ここ好き。シュントがいろいろ歌い方分けてるね。終わり方もいつもね、 BE:FIRST っておしゃれなんだよね。え、終わりみたいなね。わお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 。なんか涼気がこの曲はもうスパークしてんね。でね、シュントがね、もういろんな歌い方をしてる。A メロ、入りもそうだけど、本当パートによってね、
本当にいろいろな歌い方をしてるのも素晴らしいし、うん、やっぱ C メロ王子の竜兵ね、うん、であれサビの入りなのかな、もうちょっとサビがこうどれか俺は分かってないんだけど、なんかやっぱあのジュノンのね入り素晴らしいなと思うし、ソータもこの曲合ってるね、あやばいやばいわ。ほんでやっぱねレオがやっぱね落ち着かせるんですよ、あの声がね。で何がいいってね、マナトのビジュアルよ。あのなんかこう横になっててこうスーッとねスタビライザーかなんかでこうスーッと弾くね、そうレオとマナトの声ってやっぱ落ち着かすんだよね。でこうドキッとさせるね、リョウキとかシュントの声があってね、で空気感をこうグンと変えるジュノンの声があってね、でソータも歌もラップもこうえぐい感じでグッと出会って、で C メロ王子のエースの竜兵がいて、これねサビがいまいちよくわかんないんだけど、そんなのどうでもよくていい曲なのよ。だからこれ何回も聴いていくともうマジ癖になっちゃうんだろうなっていう感じなので、僕いつもおかわりしてますけど、もう一回おかわりしちゃうの巻きです、すいません、お付き合いください。エイリアンパソコンね、ギターも歪んでるよ。核の誓い、核の誓い、誰も並べやしない、 I know it、 もう抜け出せない、正気じゃいられない、時代の動く音聞こえたら声上げない、遥か遠く見えてた未来を追い越せ、この曲の料金やばい、お前が振り向いたとこにもう俺はいない、 We gonna go、 そうもよそも不可能、ここがジュノンがいい、飲み込んでやるよお前のその期待も不安も、エリアからエリア、いいねソータ、竜兵かっこいい、この際ね、普段は重要じゃない、常に身にまとったソーバレージョンのブランドもワンナイ、ここやばいね、古びたケージから今君をこの月のステージ、やばいやばい、つぶされに来たエイリアンさ、この顔よ、誰かにジャッジさせるなよ、心もその声も君のためのもの、いい歌い方、マイケル・ジャクソンとねジャネット・ジャクソンの音よ、あれ絶対踊り方もそうだしや、ここちゃうのみたいなね、いやこれはね日本の音楽シーンにね叩きつけた感じするね、うん、
これ一筋縄ではいかないよっていう曲、めっちゃ名曲じゃないですか。はい、完全に僕楽曲派ですけども、めっちゃ BE:FIRST いいっすよ。本当にかっこいい。濃いな。いやマジで一席どころか三席くらい投じてるね、日本の音楽シーンに。これはもう J-POP じゃないですからね、うん、J-POP の枠にははまんないです、これは。いや素晴らしいね。ロックも感じるし最高じゃないですか。これはもうライブ映像見たくて仕方ないんでね、で明日見ます。はい、冗談抜けてめっちゃいい曲だな。テンション上がりました。はい、ちょっと長くなっちゃうんでそろそろ締めたいと思います。なんせスクリーム僕の中でめちゃくちゃハードル上がってたんですけど、優にプイーンと超えていきました。 BE:FIRST スクリームミュージックビデオ見させていただきました。はい、じゃあまた明日会いましょう。白石秀則でした。ブン。